ジオですっていうわけで、今回は西成のレディーゴーからお送りしております。何なんですかその角度。マクドのバイトで働いてる大学生風の感じやね。はい、メガネも。うん、メガネも。うわ、後ろすごいショーンで。あ、はい、これやー怖い怖い。なんで一人でサムネ撮るん。違う、サムネちゃうって。お前サムネ覚えんな。今回、本題に入るけど、なんと、坂田恵子、こちら飲食店出禁、西成の飲食店全部出禁になってる。出禁、今日の婚約者。ゾンビです。このゾンビが、なんと、手料理を作ってくれると。おマジ？お前ら見ろ。お前ら見ろ。ダピダピダピ。ダピすんの？なんだ？何何何？見えた赤が逆犯罪。逆に犯罪。エプロンして。あ、エプロンが。そうエプロン。この下脱いだら。もう幽霊来てる。サタコのやつ一緒だ。あのごめんなさい。私ちゃんとできる。あのほんま素晴らしい女ね。暑苦しいね夏やしお前。家でなんと料理を。作ってくれるみたいな。ほうほうほう。買い出しとかしてくれたの。じゃあ今買ってきたとこやで。マジで。え、料理できんのほんで。あなたのためにやったらできる。おい来い。これ裸にエプロンや。まあでもな、誰のためでもいいけど今回は俺のために作って。あなたのために裸にエプロン。で俺今日朝昼食うてきてないから。おお。結構万全やん。あ、マニキュアちょっと塗ったやん。やめて。これ見てくれと。ちょっと塗ったな。この辺塗ったな。みんなこういうの好きやろ多分。絶対好きやねん。好き好き好き。だから入ってるのが好き。あみたいな人物。完璧なの絶対嫌いやねん。というわけで、わかるか今回これの女。このゾンビの住処、お化け屋敷に潜入して手料理をいただきたいと思います。もうほんますぐ近くやから、もう歩いてすぐやから行ってみよう。レディゴーレディゴー。俺より先に言うか。行くやん、おはよう行くやん。うわ、もうごめん。あれコンプラアウトやって、マジで。これはアウトやわ。あれアウト一緒で、ズームしてこれ何なんこれ。ケツしょうがない。ちょ、もうエッチ聞こえてるけど、なんやこれ。じゃあ行ってきます。お父さん、家行って手料理作ってもらおう。めっちゃ長。お父さん、お持ち帰りお願いします。お持ち、あ、お持ち帰りって、お前。お前をお持ち帰りちゃうやん。あの子、結構お持ち帰りや。あの子がおかしいね。ちょ、これやばない。ちょっとおそろいや。私な、今までで一番嫌なシンクロニスティ。しようね、ちょっと聞いて。こんなことになるね。大切な撮影の日は、絶対にこういうことになる。恐ろいや。これ今日ずっと言われるんだ。もう行こう行こう。はい、こっから切ろう。坂田恵子のマシ恵子の自宅に連れに行こう。うわ、ちょっと廃墟より緊張すんな。どんな家に住んでるか。あんなに入ってるビビってる。それより緊張する。おい、もう予想向きのなかったら歩かれへんぞこの部屋。めちゃくちゃ服、あ、でも衣装か、これアーティストの衣装や。一応な、シンガーやもんな、ほんまに。いや、すごいな。いや、もうごめん、もう横向きでしか歩けません。おー、もうめちゃくちゃやな、お前。めちゃくちゃや、これほんまにその通りの家や。 BGM で救急車走ってるし。そうやで。メリー恵子の家に似てんの。あ、確かに似てるわ。うん、ちょっとのけど、そっちよりか綺麗。想像が100倍以上やったから、うん、まあまあまあぐらい。うん、石なり T シャツグッズ、これ飾ってんの、うん、それとも着るやつなん。なんか私が世話になってるあんたのあれも欲しいわ、 T シャツ。あ、オッケー、あげるわ、あげるわ。私が西成で有名になって、うん、守ってくれてる人の T シャツをここに飾ってるやん。いいやん、その辺は温まんな、ここは。なんであんたのやつない。もうなんか嫌なんで。ちょっと、男よさん。で、お前テレビ見る気ないやん、あれ見てるか、あの角度。地震の後やん、これ。このぬいぐるみがかわいそうやねん。だから鎌ヶ崎三角公園でおっさんからもらって。何がや、何や、チン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 。魔よけが魔よけしてる。黙れや。チン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 やっとるやん。戦いやってるな。ごめん、チンありがとう。ちょっとりあえず落ち着こう。ちょっとマジでしんどい。あって何しんどい今。今日ね、あなたと撮影があるっ
って言って、それに命をかけてたんやけど、うん、その前に鎌ヶ崎三角公園から東京とかいろいろファンが来てるからと言って、うん、来てくれと言われて。優しいね。だから自分のことも大事にせなあかんねん、それは。ちょっとこんなしんどい全部行くねん、うん、で、うん、どんどん有名になってるから求められんのよ、うん、これねーってやるからさ、やっぱみんなからしたら面白がるし、うん、まあでもファンはほんまに、多分ほんまにファンなんやけど、 いろんな人たちがおるけど、自分の予定大事にした方がいい、優先順位じゃないけど、うん、それを多分ジョー君はもう何年も前に有名になって、うんうんで、うん、だから私今そこに来てるんよ、うん、あなたちゃんとファンをちゃんと守るためにもやってる、うん、自分大事にしたら守られへんもんな、ファンも。そこやもん、人のために生きるっていうことがさ、やっぱりこう世界平和みたいな綺麗事やけど、うん、まあ、例えばそういう美学があったとして、そうやけど、ほんまに人のため言っても24時間四六時中人に求められて会われへんから、さ、そういう坂田恵子の素朴な悩みもあんのよ、うん、素朴というか大事な悩み。でも、いや、昼から実は撮影があるって、うん、まあ言うよ、でもみんなそんな中ありがとうございますって言うてくれるのよ、うん、ほんならまたありがとうってこっちも思うんやけど、うん、体力が最近持たなくて、次のステップや、次のステップや。だからそこでどう対応をお互いのためにやっていくかっていうのを考えなあかんねやな、うん、ちょっとめっちゃ気になんねんけど、これ何？うわ、すげえ。いや、めっちゃ可愛い。ジャズシーンが、うわ、ちゃんとしてる。こういうとこもっと見していった方がええんちゃう？あんたもこういう私を知ってうわ、違うの？どういう私やねん。これ、レリゴーに貼ってほしいぐらい。あ、いやいや、全然貼るよ。でも同じもん、これ1個しかないやろ。同じもんやろ、うん、ええねんじゃん。あ、みんなが見てくれた方がええってことか。婚約者近いね、距離がね。貼りたいね。待って、全然として婚約者じゃないから。いや、な。じゃあ、いや、作っといて、さっき。俺、その間ちょっと見ておくから。で、あかんの。大丈夫、寄ってくれた。あんたの店で金めっちゃ落としたから。落とさんでええねん。5000円ぐらい落としたって。自分でファンの人が落としてくれた。いや、私自分で落とそうと思ったら、ファンの人が全部会計してくれた。それはありがとうやわ。ありがとうやけど、それも飲みすぎたらあかん、うん、ほんまにアルチューやねんて。うん、アルチュー、アルチューじゃあ言うたろか。アルチューってな、それ病気やと思うな。坂田恵子、アルチューや、わかるか、うん、それでも毎日毎日ハッピー。うん、ハッピー。やったらいいやいいんだよ、なんやちょっとね、ジョーって、うん、私全ては見てないけど、うん、動画をいっぱい見てきたんやけど、うん、この人は食とか人とかに対して好き嫌いほんまにほぼないんよ。うん、ない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 んよ。マジでない。うん、で、私昨日この動画をあれするにあたって、うん、好き嫌いありますかと、うん、まあ敬語でジョー君、好き嫌い全くないですと、うん、最高や。じゃあこれ聞いて。一言で終わるやん。終わりません。なんで長々語ったの。これな、最後に言いたかったの、うん、私も好き嫌いないよ、うんうんうん、これ何でか言うたろう、何か言うたろうか、うん、人間の好き嫌いがないや。あ、ってたまに言うよな、それは聞いたことある。それ俺も人に対して好き嫌いないからさ。そこや、好きはあるよ、嫌いがないから。違う、でも、まあ、全ての人を受け入れる人間は好き嫌いが食べ物にないや。おっしゃん、じゃあお願いします。今日のメニューは何ですか。知りませんまあ、もうそれがメニューになったらええわ。はい、ということや。おっしゃ、こんなちっちゃいところで何なの、ここで言ったら。うわー、やめろやお前、助けてくれ。違う、ちゃんとでもつけんの偉いな、これをこのビニールのやつつけへんのかな思ってたら。うちママ神経質、うん、人に嫌な思いさせたくないよ。私が嫌な作り方をしてる人の作り方をしたくないって。まあおんねんな、そういう人が。うん、でも全然いけるな、ここ。どういうこと。何が、だからあんた一緒に住めるっていうことやろ。一緒に住んだらええねんけど私やろ、ちゃうんか。食材も、あ、それってピーマン。はい、へー、ピーマンの肉詰めやねんけど、私はわかる、うん、あ、種もこんなんみんな捨てるんよ。うん、でも俺も種全然食べたい。私は種も使うのよな、全部使います。それは偉い、食べれるもんな、全然。そうなの、人間は美味しくないもんは全部捨てようとするからな違うね、美味しいね。美味しいんか。一番ね、人間が捨てようとするところに、うん、実は栄養がいっぱいある。あ、そうなんや。はい、うまいで、あんた分かってくれ。うん、
何のエビデンスもないけど、違う違う違う、キーとかでスッと入ってきた、なんかお、あれで焼くの、焼きますよ、適当に焼きますよ、あの辺もごめん、難しいの、適当に焼くのがあなたのために、じゅうじゅう言うとる、わー、美味しそう、美味しいか美味しくないかは分からない。そこ手なんやな。うわ、来た。やばない。どないなってんの？それ。今私の部屋21度や。クーラー。うん、めっちゃ暑いね。あなたの上の坂田恵子さん。めっちゃ汗かいてる。対する温度が80度。80度。お前死ぬ。あんためっちゃ汗かいてる。どうにかしろよ。いや、誰もどうにかできません。いいんじゃない。どうも皆さんすいません。減るもんじゃないし。なあ。減るわ。どんどん正規奪われてんねん。正規。正規。正規って下の正規です。もうええからもうその。痛い。早っ、早っ、作ってくれ、絶対、うわちょっとかっこいいな、今抱いてくれた、ちょっと待ってドプラス思考や、今ケイちゃん抱いてくれた、ええから作ってくれ、早っ、焦げてるじゃん、やばない、今抱いてくれたやちょ、ちょ、ほんまにありがとう、抱いてくれた、わあ仕上がってるわ、亀田四郎的に仕上がってる。すいません四郎さん、笑ってまいました。四郎さんすいません。はいはいはい。バカにしてるやん。仕上がってる。できた？いやいやあんかける。一緒普通に。いやだからあんかけるから。あんかけの？なんなん？あんかけ？私は何が好きなん？お父さんに見えてきた。せめてお母さんやろ。お母さんやろかこれ。こんな声で。あんかけるかな。あれはあの下着じゃん。お前の女やろかこれ。このなんかパチンコ屋の椅子はどうやって確定だ。悲しいこと言わすんで、前の男が全部ケイちゃんがしんどくない、おばあちゃんやからしんどくないようにこうやって料理できるようにで、おいパン食ってきてくれだや。優しいんかあかんのか。でもその男の人はここに住んどった。毎日帰ってきとった。そこのドヤの主やね。あ、そうなの。まあ、後から言うだろうが。いや、愛の巣やったってことだろ、ここは。そうやね。うん。まあ、住めんことはないけどな。あんだな、うん、外録の取材を受けたんですよ。取材終わったんですよ。あ、終わったやん。おめでとう。で、その時に、うん、これ裏話です、うん、三谷ディレクターが、うん、私に一言言ったんですよ、うんうん、ジョーブルームのジョーさんが、うん、西成の坂田恵子、うん、よろしくお願いします、うん、言ったな、僕に言ってきましたと、あんた私に全くそういうこと言わんよ、でもあんたな陰でな、うん、坂田恵子をめっちゃ聞くんよ、ファンの方からも、うん、いろんな人からも坂田恵子あいつアホやけどええ人間やからよろしくお願いしますってあんためっさ言うてくれとるやん、ありがとう、うん、分かった分かった、まあ、じゃあ勘違いする人がおるから俺の写し出し方は間違ってないかなっていうのでなんとこう視聴者さんには言おうと思ってああいう人間やけどって言ってぐちゃぐちゃやんだけどいいとこもあるんでみたいな話はするけど、はい、まあ、何ありがとう、ジョーありがとう、いやいやでもよかった、なんか三谷さんとかもすごい全部映し出してくれる人やん、第6ってだいろんなことを話したんやろな、だ見たいわめっちゃ、うん、ありがとう、めっちゃ話しました、うーんいいね、皆さんちょっと楽しみにしておいてください、ありがとう、美味しそうやな、うん、楽しみで、バターないから、うん、なんか腐ったやつマーガリンでいいか腐ったやつあかんけど、おい、まあええよ、坂田恵子が食べれんねんから俺も多分食べれるわ、自分で食べれる思うやつ、おいマーガリンこんだけしかないやまあまあ熱したらいけんじゃん、俺でよかったわほんま、見てないや俺1本しかないわ、うん、大丈夫大丈夫、あんたが2本目になって、そういうこと、今までの告白の中で一番丁寧やな世界にある告白の中で一番最高やと思う、あ、あったわ、あるやんね、あたしあった、あよかった2本目ならねんの、わあ残念やわ、大丈夫、ほんま適当に見てない、はい、あなたの人生も適当ですよね、私の人生も適当、適当なるようになるよ、けどなるようにしてるけど違うね、なるようにちゃんとなるね、
ちゃんとつけただけやんけ。ひゃー、うわー、うわー、チャチャチャラチャ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 。ほんまにシンガーな。あれ、オムライスやんな。オムライスや。シャスクランブル。はい。あ、スクランブルだ。はい、これでええんちゃうか。ええんか。お。穴の中で包めと自分で。いや、ジョーごめん、これにな、ジョーって書きたかったんよ。綺麗なキャンパス。ジョー、いやー。でも、お前、人って性格が現れんねんな、料理に。まあ、ええわ。ええや。あー、まあ、これええんちゃうか。よっしゃ。じゃあ、腹減っててん。腹減ってて。いよいよ、あんかけのあんはで、それにマヨネーズとか入れたらええんちゃう。いろいろ混ぜてんな。はいはい。あんた、私天才やねん、ごめんやけど。はい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 、うん、大丈夫、これ片栗粉と行けます。なんか焼肉のタレみたいなのも入れとったな。あ、いける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 、あ、うん、いけるいける、それでできんねん、あんができますよ。あんできたから、どこやった、あ、あ、ここか、うん、やばない。おおー、あんやん、あん、すげえ、あ、やばいか、べったりしてる、いろんなもん混ぜてたね。バーバーバーっていっぱい。ピーマン肉詰めのあんかけと、オムライス、いただきます。はい。あんたの食べ方が好きやね。マップ違う、めちゃめちゃうまいねん。違う、そんなことめちゃめちゃうまいねんけど。マジで、うん、びっくりした。え、ほんまめっちゃうまい。俺な、基本な、人に作ってもらったらまずケチは絶対つけへんねんけど、これなんかうまい、めっちゃうまい、めちゃめちゃうまいがあんねん。多分もともと期待値もめっちゃ低かった。ボーン来た。え、めっちゃうまいで、これ、このあんかけも。結婚したらいいんちゃう。これまだちゃうけど、これマジでうまいわ。ちゃんとめちゃめちゃ肉肉しいハンバーグで、うん、あんかけもマジでいい感じのソース。何を入れてたんやろな。あんかけめっちゃうまい。あの、ご飯にかけて食えるレベル。とろっとしてるけど、ちょっとなんか醤油気も濃く効いてて、うまいうまいうまい。ちょっと、ね、サイズが作ったやつやから、あの赤ウインナーやの、あえて、うまい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 。でも、あ、こっちは普通のオムライス、普通にうまい。普通が一番やん。うわ、久々に豚オムライスうまいわ。お魚稽古っていうフィルターとか撮影っていうフィルターとかなしにして言うてんの、うん、あんまな、ああいう衛生的な面とか見ても別に俺はごめん、めっちゃ汚いやん、慣れへんねん、うん、いろんな部族の料理とか見てきてるから。これごめんな、ジョー君に3回ぐらい断ったんよ、もう部屋めっちゃ汚いからって、うんうん、私よく考えたら、あ、ジョー君って世界行っててありとあらゆるところのさ、うんうん、えげつないところで食してるわけじゃないですか、うんうん、あ、ほんならもうええわと思って、それぞれのオッケーっすって、うん、それぞれのスタイルがあるから俺はそこは否定せへん、うん、だからもうありのままをほんま出してくださるっていうことがありがたくて、うん、出してるやん、出てるやん。ちなみに食べて、食べたい、ちゃんと食べて、ちょっと熱いかもしれん、俺、猫じっちゃうから、一口で行かずに、ふっこーうまい、うまいの、普通にうまいやろ、うん、ハンバーグもめっちゃ肉肉しい、うん、だからもう、うん、二度と作られへんかもしらんねんな、これ。確かに、目分量やもんな、全部毎回ちゃうねん。いやー、めっちゃよかった。作り方もちょっとなんか、ある意味家庭的やったな。いや、私家庭的貧乏家族の親父みたいな、そうやで、感じの作り方やったな。あれもよかったしな、うん、これ、ま、味もええ感じに濃いし、何人か言ったらわかるから、ジョーのことちゃんと分かっとんねん。いやらしい女やねん。ただって言って褒めたら言われんのが嫌やねん。あんなジョーのファン、みんなちょっとこれ聞いてもらっていいか、うん、ジョーの心をつかみたいなら、お前らもっと勉強せ。私は今日ジョーの心をつかんだよ。分かるかい。俺のファンの上に立つ。ファンの方が上やから。あ、どうもファンの皆さん、どうもすいません。料理頑張れ。だうん、全部食べてくれた。熱々熱い。明日から毎日私の家に来て。ごちそうさまでした、うん、ありがとうございました、ほんまに。ちゃあ、ん、俺大事なことを忘れてたわ。レディゴのスタッフに差し入れ忘れてた。あの、そういうことどうでもいいね、抱っこして。ごちそうさまでした。頑張れ。やりたいことはここでララララって、やりたいことに命を懸けて。